ありがとうございます。お疲れ様でした。これ始まってんのかな、わしのやつ。ちょっと待って、一瞬天井映していい？確かに。私悪い先輩だよ、敵廊下。じゃあ、邪魔はどっか、廊下行ってる。そうそう、絶対言わへん、絶対言わへん。キンキさんが廊下に行ったらいないですから。キンキさんが言ってくださったので、皆さん聞いてください。お願いします。キンキさんがリップ塗りたい。ゆりぎょうさんにこれおすすめです。リップはあるんだ。画角初心者すぎるって配信。片手大丈夫でしょ。優しい、礼を優しいから大丈夫。キューキの中で先輩ビロ誰なんやろ。さゆきさゆき、さゆき先輩風吹かせそう。確かに。それが絶対なんかリハとか終わったら。でもさゆきは意外と人見知りするタイプやと思うんです。嘘。あんまりいけへんタイプやと思うな、さゆき。バカ。でもバカはさ、なんか年上やん。バカはあれちゃう。年上の人ってさ、割と先輩ぶってる風に見えへんやん。わかる？うん。あの佐藤さん。しかもなんかその。なんかあの雰囲気的にさ、何言っても寒い、みんなヤッホーです。寒い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 。最近とか、最近が本気を連れてって、なんかあの先輩がやってくれたみたいに教えてあげるとか。同じ人物、確かに。え、見て画面がすごく可愛くなった。え、ねえ、どうしよう。今それもペンと紙今ないわ。ここに書き、いいよ、手貸してる。リップ気持ちだけでも書かして。ありがとう、リュウさん。クマの、これうまい。プチと、かける5ぐらいで、船の、ほじょうまい。で、リュウさん。ありがとう、リュウさん。いっぱい、ま、私の手に書く。お前は手に書きました。いっぱい手にじゃない、船にいっぱいクマ乗ってるやつ、ありがとう。ちょっと紙とペンないの悔しいけど、あのほうちゃんの手に書いたよ。なんかやっぱダンシングタイム来たかな。意外とそんなことないんかな。私も、ありがとう、書けへんくてごめん、ね、ありがとう。そのとつくもん、もう目やって笑いやめない。全然やめてないや。なんかコージー、福とダルマありがとう。カンさんダルマありがとう。キペイさんダルマありがとう。ショウイチさんペンライトありがとう。ハートのびっくりマークの方、ハートありがとうございます。キングキャメロンさん結婚してありがとう。お断りします。シンジカリンさんハートありがとう。ヤマちゃん結婚してありがとう。断ります。ショウイチさんハートありがとう。クミさんダルマありがとう。キングキャメロンさんで、ね、何だっけ、ミラーボールありがとう。ヤマトシさんダルマありがとう。キングキャメロンさん結婚してしません、ありがとう。ナーチャダルマありがとう。シンヤさん招き猫ありがとう。もう昼で体力めっちゃ使ったわ。でまた今メイクしてもらいながらも起こしちゃってほぼ寝てた。眠たいです。変なはめっちゃ話しかけやすいか人見知りすることに近い。小山さんだるまありがとう。来てくれないと無理な子が多そう。今日こそ前願って、前当たれパワー。アミタンさんって呼ばれてる俺の手相今日の味噌にはめちゃくちゃ良かったよ、ありがとう。今日味噌怖い。確かに間違えて配信入っちゃったテープローちゃうねどうせならそのままいてよ。これで曲がってない、え、曲がってる、曲がってんで。ミソラこの第一関節からちょっと斜めになってます。ちなみに右手もです。よう気づいたな、すごいな、ちょっと曲がってんのよ。昼入ったよ、小指そいちゃん見せれてよかった、ありがとう。猫ない、猫ないちゅう、ありがとうね、可愛かった。ありがとうございます。さん、ヨルさん、ありがとうございます。
お見送りの絵いかがでしたか。イルマ十頭、イルマ十頭しってみそらどっかで言ったっけ。びっくりした。あのお見送りのね時にスケッチブックにイルマ十頭っていうねヒプノシスマイクっていうラップのあのね二次元のコンテンツがあるんですけど、それのキャラを描いてくださってる方がいて、私推しなんですよ。ヒプマイで一番ダントツ一番好きでね、ライブとかも行ってたんですけど、イルマ十頭の絵めっちゃ上手でした。どこで知ったんですか、ミスラがイルマ十頭を知って。大見さんバラありがとう、かえこちゃんハートありがとう、夜声もよろしくよろしく、ありがとうね。そう、当日募集が出てるらしいので、あのね、たくさんの方がキャンセル待ちおまけで入ってくれたみたいで、昼もすごく嬉しかったので、よかったら夜も見に来てください、ね、いつもと違うポジションに立ってるので、今日は、ま、新体制2発目ですね、このポジションは。なのでまだ新鮮かなと思いますので、前までのね6番手とクロスのミソラはもう 見飽きたよっていう方もきっといると思います。もう9ヶ月ぐらいずっとあのポジションやってたんで、だから 見飽きたなという方はぜひ見に来てください。今みんなでピザにタバスコかけて食べてるよ。え、ハマりそう。え、やっぱり、え、ハマって。あ、でもミスラなりのあの流儀があんねんけど、絶対に1枚目はタバスコつけずに食べんねん。そのピザの味を絶対に楽しむっていうね、それはピザに失礼やからね失礼やから1枚目は絶対にそのまま食べる、いくら辛いのが食べたくても。で2枚目からはタバスコかけます。であまりにも1枚目が美味しかったら、あと1枚2枚ぐらいもタバスコかけずに食べたりします。いろ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 やります。充電器折れた。折れた、いやだ、買い替えなさい、もう買い替えな。よし、レビンさんバラありがとう、あやまさんかわいい、ありがとう。今日初めて世代交代入りまして楽しかったですありがとうございます、楽しんでもらえて何よりです。もう世代交代はあの今 NAB 劇場でやってる公演の中で一番いい意味でね熱苦しくて、運動量も多くて見てる方にすごい熱量伝わりやすいね、なんか心に響かせれるんじゃないかなと思ってる公演なので、これからもよかったら来てください。キヨさんお疲れありがとう、つよぽんさんだるまありがとう、たつさんレインボースターありがとう、とよみつさんハートありがとう、たくやさんだるまありがとう、たつさんハートありがとう、キングキャメロンさん尊いありがとう。眠そうやな、眠そうです。あ、西にやってきた人や。それでも時の針はあざ笑って進んでる、何もしないで死んでくのか。これ何、これ何、これ何、え、だからゆまえもん、ゆまえもんセット、ゆまえもんジャンボドラやけ。マジでこのケースかわいすぎん。かわいい、マジかわいい、見てください。イケてるギャルって感じするね。いけてるね、キティですね、多分かわいいっすね。トゥイティトゥイ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 。待って今何分、10、20。ミスラ何分から始めたんかな、見まーし。え、ハブにしてる、左歯見せみ。ああ、あ、ハブにしてたみたいですゆまちゃんが教えてくれました12分から始めたので、あと27分ぐらいまでですかね。え、結構カツカツの人生生きてるかも、みそら。でも大丈夫大丈夫、そうね、マイクつけるだけやしな。楽しいわ、人の配信に入り込む。いやー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 、猫猫猫、シーを2つでハートになって、ピースを逆で猫耳、ねえねえこっち来て、耳傾け、ちっちゃい声で好きよ、チュー、チュー、かわいくてごめん、うん、TikTok メドレーの始まっちゃうじゃあみんなバイ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 、失礼します、ミソラは27分までやります。ナッチさんバラありがとう、ありがとうありがとう。リュウさん結婚してしません、独身貴族です。松さん服ありがとう。
野蛮なソフトクリームの萌え台詞めっちゃ可愛かったです。もうそれ言わないでください。めっちゃ恥ずかしかったです。もうあのこんもうねこんなことになると思ってなかったというか、あの萌え台詞の、ね、ターンが私に待ってくるとはもう正直思ってなかったんで、あの恥ずかしすぎてその後後ろ向いてもう爆笑してました。だから皆さん、いやでもね、これを機に DMM デビューとかしてくださいありがとうございます。スタバでホワイト FC ってなんや、 FC ホワイト FC フラペチーノか。おしゃれすぎてわからんかった。ホワイトフラペチーノとめっちゃケーキ食べてる。いいね、おいしいラインナップだ。スマホえ違うね、これスマホ持ってへん時からもう曲がってるよ。みそら小学校5、6年ぐらいスマホというか携帯すら持ってない時から曲がってます。なんか階段で指引っかかってそっから曲がったんですよね。ずっとまっすぐだったんですけど、なんか階段の手すりにこう指がギャってなってそっから曲がったんです。みそらヒルありがとう、ありがとう、ありがとうね。ほんまに来てくれて嬉しかった。空手のせい、あ空手はでも同じぐらいか、空手したし始めた時期ぐらいに階段に指ギャってなりましたレビンさん、キッペイさん、ハートありがとう。マツさん、ホットココアありがとう。翔一さん、何だっけ、ペンライトありがとう。逃亡者 K さん、ハートありがとう。喜びもよろしくね、待ってるね、ありがとう。ほんまにたくさん来てくれるみんなのおかげです。ほんまに、あかりさん、ハートありがとう。しんじかりさん、音符ありがとう。ほのかさん、ホットココアありがとう。ちょっと目してるやな、微妙に目してるやわ。シェリジずるい、え、ずるいってどういうこと。やまちゃん、だるまありがとう。みそそちゃん、夜声も頑張って、夜声も頑張るるです、頑張るる。キングキャメロンさん、あこれすぐ生忘れる、ペンライトありがとう。ザ・ジャンクフードって、それは言わないわ、約束。でも美味しいねジャンクフードがな、コーラとかも合わせて。野原しのすけ、のすけさん、レンボスターありがとう。キッペイさん、だるまありがとう。今何分ですか、オールアップ間に合わんかったらしばかれます。なんちゃさん、ペンライトありがちゅ。萌え台詞の話になった瞬間やさぐれてるやさぐれてるというか、ほんまに恥ずかしかったんでね、ちょっと多分あと3日ぐらい経ったら冷静に振り返れると思うんですけど、ちょっとほんまにあの瞬間に血糖値測ったらめっちゃ高かったと思います。もうそれぐらい恥ずかしかったです。びっくりしても、台本にさ、ソフトクリーム、あおり、みそらって書いてあって、オーマイガーと思ってこの世で一番萌え台詞が恥ずかしくて苦手な人やからね独身なんですか、古川雪乃さんとラバラバな。あ、確かに雪乃、あ雪乃と結婚してるんですけど、日本の法律上ね、ちょっと同性婚はできないので、あの事実婚はしております。なので形上はあの独身なんですけど、全然結婚してます。なのでみんなとは結婚できません。指痛そう、痛ないで、もうとか言ったらあれやけど、なんかねガンってした瞬間は痛かったんやけど、なんかね気づいたら曲がってたから、そんな痛くないよ。高さてか指曲がってる話するアイドル嫌やなもうしませんね。だるまありがとう、わーちゃん、だるまありがとう。でも空手もあるんかな、多分余計に。ヤマトシさん、レインボースター、キヨさん、ファイトありがとう。カニゾウスイさん、服ありがとう。先に壇上ありね、確かにオールアップにね走って駆けつけるために読みます。みんなこんなゲリラ配信にも来てくれてありがとうございます。もう眠たくて。それでは13位、キヨさんありがとう。12位、日高浩二ありがとう。11位、キッペイさんありがとう。10位、翔一さんありがとう。9位、小山さんありがとう。8位、野原しのすけ、のすけさんありがとう。7位、深夜さんありがとう。6、難しい、
6位山ちゃんありがとう。5位山俊さんありがとう。4位キングキャメロンさんありがとう。3位タツさんありがとう。2位マツさんありがとう。1位リュウさんありがとう。この後のね夜公演も当日募集、あの当日券がありますので、あのね私たちにいっぱいの客席をどうか見せてほしいという生意気ですね。いっぱいの客席の方にあの熱量を届けたいので、よければ今ナンバーの近くにいる方とか世代交代興味ある方とか昼も来てくれた方とか皆さんぜひぜひお待ちしております。本当にね貴重な文字で、もう貴重やで、もうみそらこのソフトクリームの煽りなかったらもう一生言わないからね、萌えゼリフなんて。だから皆さん DMM とか見てくださいねなんか今日は宣伝魔みたいになっちゃいました。今日はあと夜にはアイドル資格もありますので一緒に見ましょうね。みそらはどうしようかな、車で見ます、帰りの車で見ます。というわけで皆さんもこの後また会いましょうね。それではオールアップしてきます。バイバーイバイバーイ今日ゆるゆるでしたがありがとうございました。またねー、バイバーイ、行ってきます行ってきます行ってきます。